てここで皆さんにお知らせです、今回二十歳の誕生日を記念してオリジナルグッズを制作することが決定しました。こちらのキャラクターをイラストレーターさんのしげみさんに書き下ろしていただきました。名前はシンプルにサメさんになります。まあ、なんかサメだけどこう足があって提灯がついてて、まだ泳げるし陸も歩ける凶暴な生き物になります。なんかこれはしげみさんとも打ち合わせをしながらいろいろ相談させていただいて、なんかこう表情は少しこう空腹でうなだれてる感じだったりとか、あと体勢とかこう座ってるで手足が短く細めっていうところとか、まあ、色も少し絵の具っぽい感じにしてもらいました、はい。すごいイメージ通りでとても素敵なキャラクターになってます。でそんなサメさんをプリントしたオフィシャルグッズはこちらになります。でラインナップは今治ハンドタオル、これは25cm×25cm のサイズです。で私の好きなあの刺繍のワンポイントが入る予定です。で巾着で、こちらは持ち手のついた巾着になります。で飼ってる犬が私はホルモンなので、そのお散歩の時とかに私は使いたいなと思ってます。で次グラス、これはお水とか私はよく紅茶とかコーヒーを飲むので、それを入れるのに使いたいなと思ってます。サメさんがちょっと下の方に入っているので、グラスに水を入れるとちょうどなんかサメさんが水中にいる感じになって、なんか設定も深海なのですごくいいかなと思ってます。でコースターで、これもサメさんの色を表現するのにあえて白いコースターにしました。なんか重みもあって割としっかりしたコースターになってるんじゃないかなと思います。でオリジナルステッカーは5センチサイズなので、なんかスマホケースとかに入れて使えるんじゃないかなと思います。でこんな感じの5つの商品があります。ちなみに、何でしたっけ、バースデー記念セットはオフィシャルサイト会員様限定となります。さらにスペシャルな特典がついてくるらしいです。あ、でこちらの商品は全て受注販売となります。で今日の7時から19時から6月30日の23時59分までの販売になります。でこれを逃すと購入できなくなってしまうのでお気をつけください。ぜひ皆さんにお手に取っていただけるとすごく嬉しいです。私もお家で過ごす時だったりとか散歩する時とかだったりに使いたいなと思ってます。サラさん一番お気に入りのどれですか？お気に入り？お気に入り？強いて言うと、まあ、全部強いて言うと、はい、全部おすすめだとは思うんですが、私的には、はい、これがすごい好きです。あ、グラス、グラスめっちゃ可愛い、なんかおしゃれ、なんかフォルムがコーヒーが入ってることで、なんかすごい深海感、そう深海感、ジアンコスの頭の部分すごい生きてる、生きてる、生きてます。はい、はい、ありがとうございます。はい。